ツアー7周年ツアー、これ7で合ってる？あれ？こっち？こっち？こっちか？あ、こっち7周年ギフトありがとう。可愛すぎ、嬉しい嬉しい吸引テープ、ギフトありがとう。すごい、マシュマロ可愛い。そっか、ホワイトデー、ホワイトデーキャンペーンが始まりましたね。髪伸びた。そう、伸びた。もうこんぐらいまである。めっちゃ長い。立派なロングですね、これは。立派なロング。ツインテールちゃん可愛すぎる、嬉しい。でもさ、なんか前髪がさ、ちょっとなんかやだ。前髪がなんか変。前髪ちゃんが、そう、なんか前髪をさ短く切りすぎたんですよちょっと短くなりすぎて、そう、短くなりすぎました7周年行く、嬉しい。皆さんお待ちしてます。7周年ツアーも神戸高川のお昼に申し込みました。嬉しい、ありがとう。さこちゃんと同じくらいの髪の長さ。え、姫と朝の方が長い気がする。そう、切りすぎて普段そのなんだろう、メンバーとかにも気づかれないんですよ、前髪切ってもね。なんですけど、昨日レッスンがあって、そのレッスンの時にリコチさんが、ヨツ前髪切ったって気づいてくださって、そのぐらい短くなりすぎたんですよ。ちょっとどうしよう、本当に。高校の合格発表、まだ合格発表は8にあります。8にある。でもすぐ伸びるでしょ。でもさそんな、伸びるけど、そんな一瞬では伸びない。兵庫申し込んだ、嬉しい、ありがとう。そう、料理してる。え、良き？前髪パッツン。本当に？ちょっと恥ずかしいんだよね。そう、今日も学校行ったんだけどさ、ちょっと恥ずかしくて。え、短いよねいや、本当に嫌なんだけど本当に嫌だ。眉毛を上に上げて目立たなくすればいい。え、そういうこと。逆に、あ、逆に基準を変えるってことね。あ、そういうこと、こういうことそう、
眉毛上にしたら多め回避ってこと？なんかさ調子乗ってる人みたいな、なんかバカにしてる人じゃん。おはようとかちょっとちょっとさ、ちょっとやばい子かもしれないそれ。おもろい、新しい発想だね、眉毛を逆に上げるっていう。リオはねもう背はね縮んだじゃない。止まりました。背はもう多分伸びてない。でもなんか測ってないんですよ。測る機会ってなくないですか？その体重はさ、その家に体重計があれば測れるけど、身長ってさめったに測れないじゃん。でも多分ね止まってます。止まってる。まあでもね、今から高校生なのでこれから伸びる伸びる、なんていうの、伸びるチャンスあります。ニットかわいい、嬉しい。ニットノアピとリオツン、どっちが身長高いの？それよく聞かれるんですよ。ノアピです、絶対にノアピ。でなんかノアピはもう断固拒否して、あのなんか私も161だからって言ってきて、えリオも161なんですよ。でノアピも161ってずっとこう言ってて、でも絶対ノアピもっと高いんですよ。絶対ノアピ164号絶対あるんですよね、確実に。あるのに161だよって言って、だからあのリオツンがもっと低いんだよって言ってくるんですけど、そう多分ね、のいやノアピがもっと高いんですよ。そうなんですよ。その顔でオンライン話会出てきたら即切りする、やばい。面白い。先日リオツン推しを宣言したら周囲の女子が検索して、こんな可愛い娘はダメと大騒ぎ。そうなの？嬉しい、こんな可愛い娘って。リオツン推しになってくれたんですね。嬉しい。そう、絶対ノアピもっと高いよね。そう、あ届いた、マーメオッケー。あ X も載せたので、えこのさ今テロップに書いてるんですけど、これがリオの個人 X のなんていうの、 ID じゃないか、うん、なので、あのさっき X もね載せたので見てください。リオのショールームのねプロフィール欄のとこに X に飛べる URL も貼ってるので、そこから飛んで見ていいねとコメント、そしてフォローもお願いします。そう、お腹すいた、お腹すいた。あ、メール来た？よかった。リオツンメール毎日楽しみ、登録してよかった。え、嬉しい。そう、リオツンメールはそう取ってみないと良さがわからないんですよ。皆さんも取ってくださいね。ギフトありがとう。
ツンツンさんのツイッターの今日の写真とても可愛い。さっき載せたやつかな。嬉しい、ありがとう。りょうつんほんまに可愛い、嬉しい。そう、もう少しでもう卒業式なんですよ。寂しいんですよ本当に。みえみえ寂しいよ。リオツーメールのお得感はガチ、本当嬉しい。そう、まあやっぱりさ、今中学生だからさ、送れない、昼とかは、平日は昼とかも送れないし、夜も9時までだから、そう、限られてはいますが、その中で送っております。最高、嬉しい。そうだよ、もうすぐで JK になります。いや、受かってやれば今の話なんですが、受かってたら JK になる。今月と来月はリオツにとって人生の節目なので、メールがとても楽しみ。嬉しい、確かに節目だね。そうだよね、節目ですね。 JK になるし、私の町は明日中学の卒業式。そうなんじゃ、嬉しい。本当に今日もね、学校で卒業式の練習をしたんですけど、めっちゃ緊張するんですよ。いや、一人ずつこう壇上に上がって卒業証書をもらってる行くんですけど、本当に緊張するんですよ。その自分の番が来るまで、もう本当に心臓がもうめっちゃドキドキして、もう冷静になって、大丈夫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 と思って。そんなに、そうだよ、だってさ、考えてみて、だってさ、いや、その3年生もいるじゃん、全クラス。それだけでもさ、結構さ大人数なのに、それプラス1,2 年生もいるんですよ。 1,2 年生もいて、それプラス卒業式本番は保護者、その保護者の人もね、いっぱいいるから、もうつらーって人がいっぱいいるんですよ。そんな中、一人ずつ卒業証書をもらいに行くんですよ、みんな見られてる中。そりゃ緊張します。なんかさ、そのステージ、いつもさステージとかに立つ前の緊張とはまた違った緊張なんですよ。なんかそのパフォーマンス前の緊張は、なんて言ったらいいんかな、でも本当に緊張の種類が違って、そのパフォーマンス前の緊張とその卒業式の緊張は種類が違うんですよ。校長先生に校長先生に受けるんだけど、もらうときにさ、校長先生からもらうんですけど、ありがとうとか言って、やばいよね。校長先生にレッスン受ける。え、そう、卒業式の練習めっちゃあるんですよ。毎日のようにしてる。そう、もう結構人数いる。壇上の階段の上り下りの時、段を踏み外さないようにして。確かに踏み外したら気まずい。え、もうだって前回教えたの前でさ、本当にトラウマになるね、それは。もうしっかり、しっかり階段を見て、階段を見て、いきますね。てかさ、これみんなあったかさ、ちょっと知りたいんだけどさ、
自分のさ中学校がそうなのか知らんけどさ、あのなんだっけなんだっけ、その流れがあるんですよ、なんかステップみたいな。あ、受験さんありがとうございます。中学3年生15歳のりょうつんこと岡村りおです。ぜひフォローしてください。なんかその卒業証書をもらいに行く流れがあって、こう前の人が動き出したらこう自分もこう行ったりとかこうやるんですけど、その流れがあってこうなんか一人が名前呼ばれて「はい」って言ってこうやって上がってもらって帰るまでがずっと一人なわけじゃなくて、なんかステージその5人ぐらい、このステージらへんには5人ぐらいもう生徒がいて、その次の順番を待つんですよ。もうゾロゾロと、ゾロゾロとっていうか、その次の人がこう前に進んだら自分を立ってこう順番を待つんですけど、でなんか待つ位置とステップが決まってて、でその説明が難しいな、そのこうセンターに立ってね、その壇上のセンターに立ってこうやってみんなの方を向いとかんといけん時間があるんですよ。でこうやってセンターに立ってみんなの方をこうやって向いて、で岡村りおって言われて、はいって言ってこう後ろ向いて校長先生から卒業証書をもらって礼して、でまたセンターを向いて、でセンターからセンターに階段があるんですけど、センターの階段から降りてこう自分の席に戻るんですけど、こういっぱいの人の前の方向かってよ、こうやって向かってみんなの方を向いて、でセンターではいって言わんといけんのよ。え、みんなってさ、みんなそうだった？みんな同じでしたか？りおちゃん学校でも有名人なんじゃない？有名人ではないけどみんな知ってるって感じ。みんな知ってます。そうだから男子とかとすれ違っても STU って言われる。名前言われた時、在校生からリオツンって言われたらどうする？ウケる！言われないよ。言われたらさ、ねえ、おもろい。確かに。そうで、その、学校の、その、ダンスとかにも、リオツンって言われてるんですよ。リオのニックネームを知ってる。知ってるらしくて、歌う曲？旅立ちの日に歌います。旅立ちの日に。てかさ、リオさプライベートはねおとなしいんですよ。そうグリアパーとか言ってるキャラじゃなくて、その陽キャじゃないんですよ。リオプライベートはもうおとなしく、もうおとなしい感じなんですよね。リオもう清楚リオツンです。清楚リオツン、清楚、あやばい50分や。そう、え、みんな待った？忘れた？分けて待機してる時間あったけどみんなの方向いてなかった。だよね。え、だよね。え、リオのさ中学校だけだよねそれ。みんなの方向いてさ待ってさ、結構な時間待つんですよ。待って、でその間みんなに顔を見られてるんですよ。で岡村リオって言われてはいって言うんですよ。やばいよね。
え、ですよね。え、もう面白い。うん。受ける。壇上上がるときさ、荷物んでさ入ってきたらやばいよね。おもろすぎる。ご利用とか言われてそう。ご利用は言われない。リオツン、リオツンってみんな知ってる。同級生の男子羨ましい。みんなも同級生になりますか。そう、静かつですよ。そう、卒業証書左右折りたたんで脇に持つ。あ、初見さんありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。ギフトありがとう。りょうつん小学、え、そう、小学校の卒業式はコロナ禍だったから、その3年生だけ、3年生と保護者だけで、しかもその一人ずつ卒業証書をもらうんじゃなくて、コロナ禍だったから、その一人ずつお名前呼ばれて椅子から入って立って、で代表が多分クラスの代表がもらってみたいな感じだったから、その小学校の時はその一人ずつもらわなかったんですよ、コロナがあって。だからその一人ずつこうやってもらうのは今回が初めてなんですよ。初めて。リオツのために今年からだったらやばいんだけど。イオツで壇上進んでいたら歴史に残る。もう残りすぎるよね、それは。本当に本当にやばい。本当にやばいよね。STU のことみんな知ってるとかなんか嬉しい。多分リオが STU だから、それで多分知ってるんだ気がする。知ってると思う。そもそも STU は多分知らない。そもそも STU は知らないけど、リオが STU 入ってるから、STU って名前は多分知ってるだけ。55分になったら誕生日見ます。てかタグついてるよね。ホワイトデーの。つけてるんだけど。始まった時からつけてるけど、ついてますか。楽しかった修学旅行、叫ぶやつやったことある。やったことはないけどありますよ、今回ある。でもあのみんなで言うところしか言わない。あ、ほらありがとう。あ、ついてる？よかった。ありがとう。楽しかった研究説。急にさ、自分のこと話し始める。楽しかったファイナリストライブ。ファンの皆さんとのお話し会。個人的すぎる。おもろい。面白すぎる。おしましされたあの日ずっと忘れません。おもろい。
面白いんだけど。写真集出ます。やばい、岡村梨央写真集出します。急に告知、急に告知し始める。面白い。あ、55分だ。オープニングおばあちゃん受ける。卒業生入場おばあちゃん。おもろいんだけど。卒業生入場楽しそうで、卒業生退場は瀬戸内の声。ちゃん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 。マジで面白い。そう、みんなペンライトとうちわ持って。そう、退場は瀬戸内の声、瀬戸内の声。影穴開ける。影穴。卒業式にご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ちお客様にいくつかのご注意とお願い申し上げます。アンコール。アンコール何する。やばい、55分。それでは男女読みたいと思います。明日はね、配信いつになるかな、まだわかんない。お見送り、やばい、お見送り。13位、鈴鹿さん、ありがとうございます。12位、シャガラピーさん、ありがとうございます。11位、ホリちゃんさん、ありがとうございます。10位、スパイクさん、ありがとうございます。10位、あ、9位、タツバラさん、ありがとうございます。8位、小山っちさん、ありがとうございます。7位、ラクラクさん、ありがとうございます。5位、あ、6位、あれ?6位、ヨネツンさん、ありがとうございます。5位、ベタボさん、ありがとうございます。4位、ヒロシモコパセリさん、ありがとうございます。3位、ヨシコックくんさん、ありがとうございます。2位、リオッシーさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 パン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう。受ける、アンコール全校生徒で夢ジカル受ける。夢ジカルだぞ。そう、明日も学校とお仕事があるので配信いつになるかわからない。あ、受験さん、ありがとうございます。中学3年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。 2.5 期は休まる暇がなくてずっと忙しい。そう、毎日お仕事です。でも嬉しいことなので頑張ります。そうでね、明日は久しぶりにニューウェーブプロジェクトの配信があります。2回ありまして、そう、ある2回あるのでどっちも見てください。1回目は NGT さんとのコラボで、2回目がスペシャル配信です。どっちも見てください。1位、ゆずきちさん、ありがとうございます。今来た、ありがとう。終わっちゃうけど。
卒業生は立ったり座ったり忙しいね。確かに卒業生起立礼着席何回もある。明日1万人達成して初めての配信、確かに確かにね。そう、杉本萌恵さん、そう杉本萌恵さんお一人と 2.5 の4人でコラボします。1回目はで、2回目はスペシャル配信です。で、2回目の配信ではある嬉しいお知らせがあるかもないかもかもなので絶対見てください皆さん。明日もしできればリアタイして見てください。コメントもたくさんお待ちしてます。あ、フォローありがとう。あ、初見さんもありがとうございます。ぜひフォローしてください。それではバイツーン。今日も一日お疲れ様でした。よし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 、バイツーン。